皆様こんにちは。こちらの動画ではトゥーボム R39IC ボイスレコーダのファイル保存先設定とファイル削除についてご説明させていただきます。ではまずボイスレコーダの電源を入れてみましょう。この状態でメニューキーを1回押してください。次に保存位置となっているのを確認して、こちらのプレイキーを押してください。そうしますと、フラッシュおよび TF カードが選択いただけるかと思います。こちらで TF カードとなっておりますが、実際はマイクロ SD ですので、お間違いないようにお願いいたします。では、実際にマイクロ SD を選択してみましょう。その前に、まずご自身でマイクロ SD を用意してください。そして、ボイスレコーダー本体の側面にあるこちらのスロットに入れてください。入れましたら、こちらの TF カードを選択してください。プレイキーが決定ボタンとなります。そして次に、まず録音してみましょう。テスト、テスト、録音のテスト。次は録音したファイルを削除してみましょう。先ほどと同じくメニューキーを押してください。そして一番下にありますデータ削除を選んでください。そしてプレイキーを一回押してください。そうしますとファイル削除および全部削除が表示されます。ファイルを一つだけ削除する場合は、上のファイル削除。保存されているすべてのファイルを削除する場合は、全部削除を選択してください。では、まず一つだけ削除してみましょう。こちらのプレイキーを押してください。そうしますと、先ほど録音されたファイルを削除しますかと聞かれますので、はいを選択して、再度プレイキーを押してください。これで削除ができたのを確認できたかと思います。そして電源を切ってください。以上がファイルの保存先設定とファイル削除の方法となります。ありがとうございました。